志村文彦は、日本の声楽家。山梨県市川三里町出身。山梨県立市川高等学校出身。武蔵野音楽大学卒業、同大学院修了。落合節子、藤田正義、A ボッティオン、V テラノーバに指示。1991年度文化庁、インターンシップ研修院。二期会、モーツァルト、ドンジョバンに騎士長役でデビュー。 オペラでは出演歴が極めて多く、昭和音楽大学オペラ情報センターだけでも84回の出演歴が記録されている。2018年には、眉積敏郎、金閣寺動線を省略でフランスデビューを果たした。今後は2020オペラ夏の祭典、ワーグナー、ニュルンベルクのマイスタージンガーに出演予定であったが、COVID-19 の影響で延期、未定となっている。 また、NHK 公共楽団定期演奏会、シェーンベルク、グレの歌をはじめ、宗教曲では、モーツァルト、レクイエム、ヘンデル、メッサイア、バッハ、ロタンチョウミサ、ドボルザーク、スターバト・マーテル、ベートーベン、ミサ・ソレムニスに出演。その他、第9、マーラー公共曲第8番、1000人の公共曲等に、ソリストとして、主要オーケストラと共演している。 日機会会員、日井音楽協会会員、日本演奏連盟会員、形成会会員、日機会代議員、日機会オペラ研修所声楽講師、東京音楽大学専任講師、広報2014年2月20日、市川美里町、2020年3月2日閲覧、AB 第26回、山梨県高等学校芸術文化祭、 アートエデュケーションネット山梨2020年3月2日閲覧 ABCDEFG 志村文彦日本製学科協会2020年3月2日閲覧 ABC 志村文彦レボーチ2020年3月1日閲覧志村文彦昭和音楽大学オペラ情報センター2020年3月2日閲覧タグアーカイブ 志村文彦オペラの散歩道に機械ブログ。2020年3月2日、閲覧。志村文彦滋賀県立芸術劇場美和子ホール。2020年3月2日閲覧。ジプシーの歌、愛の歌 CD ライナーノーズ、ドボルザーク、スターバトマーテル。倉石誠オペラ歌手。2020年3月2日閲覧。AB、志村文彦 リサーチマップ2020年11月3日閲覧志村文彦氏プロフィル綾瀬でオペラをの会2020年3月2日閲覧出演者紹介オペラ夏の祭典2019から20ジャパン東京ワールド2020年3月2日閲覧ありがとうございます